俳優の岩城浩一が1997年に公開した浪花忠臣蔵以来約26年ぶりに映画で主演を務めたラストターン福山健治71歳2度目の青春が5月10日より公開されることが決定した配給イオンエンターテインメント。これまで年齢を感じさせないワイルドなイメージが強かった岩城がごく普通に暮らし、定年を迎えた71歳の主人公、福山健治役で新境地を開く。今や人生100年時代と言われ、定年退職後、子育て後の人生が昔と比べて格段に長くなった現代。認知症だった愛妻を看取り、刻々と近づく人生の最後を意識し始めた71歳の主人公が、を踏み出して様々な人と交流し、新たな挑戦を始め、自分の第二の青春を送ろうとするオリジナル脚本の希望の物語。